もしれません。でも一番重要なのは自分を押し上げてくださっている多くの支援者の皆さんの声をどうやって聞いてどう実現するか、それがすごく大切なことなんだと私は6年以上の議員経験の中で一番感じております。それとね、あれ、あの目とかね、うん、そうですよね。大丈夫ボーイ、え、ボーイグッバイはグッバイ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 嬉しい。頑張ってください。私も心支えです、はい、もう先生に。もういえいえ、何をおっしゃいますか。若いからこれからの人じゃないですか。頑張りますから、ぜひよろしくお願いします。とんでもないです。ありがとうございます。本当嬉しいです。よかった。私もお目にかかれてよかったです。こんな格好だけど、まあ、いやいや、しょうがない。いやいや、もう、一瞬だけ入っていいですか。どうぞどうぞどうぞ。私、ぬいぐるみ大好きなんですよ。これは、うん。全部クマ。かわいい。全部クマ。お好きなんですか、クマが、テディベアが。好きだったんだね、うん。テレビも何も見ないでこっちの色見てると思う。うん、いいな。欲しい。きっとうちの人が作ってくれるでしょう。ご近所の方が綺麗になったからって言ってご覧になる。うん。いいじゃねえ。Show me please。Here you are. なんていうの？なんていうの？なんていうの？見えた。千年。どうした？なんかちゃんとお顔見て。お顔見て。千年で。はい。何？What？ 千年。言った千年。自由民主党を代表して質問いたします。まず大学等における就学の支援に関する法律案についてお尋ねします。平成29年の衆議院総選挙において我々は消費税の引き上げにあたり真に支援が必要な所得の低い家庭の子どもたちに対して高等教育を無償化することを国民の皆様に約束し、それを受け、政府はこの法律案を提出いたしました。本法律案では、これまでのいわば対処療法的教育予算から、多くの可能性を持つ子どもたちや若者たちに投資をするための予算という考え方に変わったと、私は理解しております。給付型奨学金の創設に向けた党内プロジェクトチームに所属していた私には、これは日本の教育行政における大きな転換だと感じられます。この提案に至った経緯と決意を麻生財務大臣および柴山文部科学大臣に伺います。しかし一方で奨学金制度のことも深く理解している方が少ないのではないかとも感じています。貸与型の奨学金は制度が充実し、所得連動返還型奨学金制度が創設されたことなども広く知られていません。また給付型奨学金についても成績だけでなく、しっかりとした進路への意識や進学意欲に着目して対象者を決めるわけですが、給付型は成績のいい子だけがもらうものという誤解も見られます。だからこそ私としては各奨学金の意義や最新の状況について、特に進路指導に携わっている高等学校の先生方にしっかりと発信伝達していくべきだと考えますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせください。また高等教育機関に進学していく子どももいれば、中等教育課程を終えて就職する者もいます。給付型奨学金などが同世代間に起きる不平等だという声が出てくることもありえます。それについてはどのように対応していくのか、大臣の現時点での考えを伺います。
国民の尊い税金を使うからこそ単なるばらまきに陥ってはなりません。必ずや未来を切り開く能力への投資となるよう政府に強く望みます。次に学校教育法等の一部を改正する法律案について伺います。日本の教育予算は対象療法的予算から投資するための予算に変わったと申し上げました。投資をするからにはそれに見合う成果が必須であると考えます。この成果を上げるためには教育の質保障やガバナンス改革などの大学院の改革が不可欠と考えますが、その具体的方策を下山大臣に伺います。さらなる形での高等教育機関の機能強化こそが必要です。大学統合などさらなる組織再編が進むことが予想されます。しかし今のままの大学が単に一緒になったとて機能強化にはつながりません。重要なことは戦略を持って各大学の強みを生かした連携統合を進めることです。また大学は年齢分離主義から脱却し、10代からはもちろんのこと年齢に関係なく誰しもが学べる本物の学び直しやリカレント教育の場として早急に整備を進めることが必要です。島山大臣、いかがでしょうか。今こそ組織のガバナンス強化、つまり組織の運営体制の強化が必要です。昨今の大学の不祥事事案において理事長のリーダーシップのみが問題視されることがあります。しかし私が考えるに、問題はその人が理事長に至る資質を持つ人物なのかが不明瞭であること、的確な能力を持って組織を経営していくためのシステムが整備されていないことの2点ではないでしょうか。私立大学は今や大学全体の7割を占めており、今回のガバナンス改革は高等教育全体の質の向上に直結するものと考えますが、改革に向けた島山大臣の決意を伺います。いつでもどこでも誰でも何度でもチャンスにアクセスできる国、日本、これこそ今後の日本が目指すべき国の在り方だと私は考えます。人生100年時代を迎えようとも、自分の生きがいを見つけるチャンスが溢れていれば、この国に生きる人々は喜びがどんどん増えていく。日本は資源に乏しい国だとよく言われますが、それなら一層日本の資源はいつでも誰でもアクセスができるチャンスの数々だと胸を張れる国になるべきです。その国づくりを引っ張っていくのは間違いなく教育改革です。もし今の日本が閉塞感に覆われているというならば、未来を切り開く力の源、教育で日本を立て直していけばよいのです。政治が強い意志を持ち毅然と改革に取り組んでいくことこそが子どもたちや若者たちの希望を確かなものにすると私は信じております。この改革の歩みを決して止めることのないよう、以上の皆様に強く訴えて私の質問を終わります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、石橋貴明先生、
渡辺哲也先生、西村幸雄先生、ほかたくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。